ジョージ・エミール・パラーデ、ゲオルゲ・エミール・パラーデは、ルーマニアのヤシ生まれのアメリカ人細胞生物学者。1974年に、細胞の構造と機能に関する発見により、クリスチャン・ド・デューブ、アルベルト・クラウデと共に、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。1940年に、ルーマニアのブカレスト大学医学部で、医学博士号を取得し、 ポスドク研究のため1945年にアメリカ合衆国に渡るまでこの大学に在籍した。アメリカでは彼はロックフェラー大学でアルベルトクラウデラと共に研究を行った。パラーでは1952年にアメリカ合衆国に帰化し、1958年から73年までロックフェラー大学。 1973年から1990年まで、イエール大学、1990年以降は、カリフォルニア大学サンデー語校で教授を務めている。ロックフェラー大学では、ミトコンドリア、葉緑体、ゴルジ体などの細胞内小器官を観察するのに、電子顕微鏡を用いた。彼の最も重要な発見はリボソームに関するもので、ある。彼の名前は、 血管内皮細胞に特徴的に見られ、数種のタンパク質などからなるバイベルパラワで固定に残っている。1984年王立協会外国人会員選出。ザッパラデイ・シンポジウム、セレブレーティングセルバイオロジーアットイッツベスト、フェローシップオブザロイヤルソサイティ1660から2015。ありがとうございます。